どうも、ひでまろチャンネルです。お願いします。今日は、引き寄せ。これね、本当に思えば思うほど、いいことを考えてれば、いいことがやってくるんですよ。シンプル、マジで。っていうのがですね、磁石みたいなもんですよ。豊かなことを考えたら豊かなものがやってくる。嘘だと思いますよね。でも僕もそうだったんですよ。何かっていうと、僕は今のね占いの先生と出会う前はもう本当ひどかったんですよ。僕が1歳からまあだいたい3歳ぐらいまでは両親と暮らしてはなくて施設でいたんですよね。まあ、どっちも引き取れない状況だったので、まあ僕は本態性振戦っていう変わった病気なんですけど、緊張をすると人って誰でも手が震えると思うんですけど、僕の場合はちょっとでも右手に意識をしてしまうと震えちゃうっていう病気、まあ症状なんですけどね。すごくね、やっぱり周りの環境とか僕を見る目線とかね、眼差しっていうのが、あ、この子は障害者だから仕方ないと。でもそういう感覚って伝わるじゃないですか。やっぱり自分自身根本ね、あ、僕はもう障害者だから仕方ない、ずっと思ってたんですよ。だからこう思われても仕方ないから俺ってこうなんだみたいなね感じで本当に思ってました。だけどね、そんなこと考えてても環境は変わらないんですよ。で、まあ僕はね、去年の11月5日かな、今の先生と出会って、でようやく変われた実感があるんですよね。それっていうのは、僕は自分の気持ちの根底の中、自分はもう障害者なんだっていう気持ちがどっかにまだあって、それで今まで植え付けてきたものが日々暮らして生活習慣となって、そんなことを忘れてたんですよ。だけどやっぱりその根っこからなんかマイナスな思いがずっと植え付けたまま生活していってたんで、変わりたくても変われなかったんですよね。でそこで僕はヒーリングっていうのを教わりまして、まず今日は皆さんでこれやってもらいたいなっていうポイントが一個あるんです。っていうのが、まずは食べるとき自分が好きな人と食事をしてください。でもっと言ったら褒めてください。かわいいねとかかっこいいねとか何でもいいです。僕はそれができなかったんです。ちっちゃいときお味噌汁の蓋をね、開けたくても開けれない、僕の手が震えてこぼしちゃうからっていう考えがあって、ずっとお味噌汁が飲めなかった。それに気づいた先生だとか、あ、取ってあげるねって、取れないもんねに聞こえるんですよ。それは自分の中の根本がそう思ってたからなんですよね。なのでまず根っこから変えたいとき、自分の考え方を変えたいなって思ったら、まずは褒め合って、食事の時はいいことを言い合ってご飯を食べてください。そうすると本当にね、不思議なことに良くなります。本当にシンプル。ご飯を食べる時、好きな人と家族と褒め合いながら食べてください。感謝でもいいです。本当いつもありがとうねって。これがね、本当に言えない方が多いから、当たり前だと思ってるから。なので僕はそういう環境がなかった。だから皆さんにぜひやってもらいたい。そうやってちょっとのことから自分を変えていきましょう。で引き寄せ絶対あるんで、で僕も今ようやくねプラスに考えれるようになったんで、っていうことで、まあ今日はねこんなお話でした。で最後、僕サブチャンネルやってます。ひでまろのもう一つっていうのをやってます。で今回は僕の占いの師匠がね、もう友情出演してくれてるんですよ。うん、本当にありがたい存在です。よかったらぜひサブチャンネルもチェックしてみてください。面白かったら登録お願いいたします。ということでまた見てください。
ありがとうございます。